はこの観音殿を建てるにあたり、西方寺にございました義理殿とか、あとまたですね、北山の金閣ですね、参考にして建てたとされております。金閣を建てた人、吉光公三大将軍なんですけれども、祖父の役直接の関係で生前にあったりはするのですが、でも金閣には何でも吉光公は言っています。金閣自体は、観音殿自体は銀閣という名前ですが、銀が使われておりません、表明されておりまして、じゃあなぜ銀閣寺かということで、呼ばれ始めた時代というのは、世の中ではなく江戸時代と考えています。まあ、江戸時代というのは読んだということなんですが、いろんな説が残されています。一つは金閣に対して銀閣、金銀という言葉の通語で同じ室町の通りのものであるということです。